皆さんこんにちは。希望の党代表の松沢重文です。今日も元気に希望の即答いきたいと思います。皆さんぜひともネットを通じてご質問ご意見ありましたらどしどしとお寄せください。もうだいぶ来てるみたいで、はい、行きましょう。はい、はい、どうぞ。視聴者の皆様を代表して私マスクマンが質問させていただきます。はい、まず最初なんですけれども、はい、桜田大臣が更迭とのことですがどう思われますか。はい、個人的には人前でお話しするお仕事には向いていらっしゃるとは思えないのですけれども。ああピンポン、その通りだと思います。まあ今回ね、被災者の皆さんを傷つける発言したと言って、まあ自分で辞めると言ったのか、あるいは総理や官房長官に辞めさせられたのか分かりませんが、辞めました。ただもう桜田大臣ね、外での出現や答弁での出現でもう連発してましたから。そうですね、もうちょっと大臣としての資質ないというなんで、もうどこかで辞められた方がいいと思ってましたんで、私は早くじゃないんだけどね、もう辞めて正解だったと思います。じゃないともっともっと大変なことをしでかしたかもしれない。 で、まあ、でもそうなると塚田国交副大臣も辞めてますよね、つい4、5日前に、はい、あれは忖度発言ですが、はい、まあ安倍内閣、こうやって副大臣、大臣の辞職が続く、かなり中身はガタガタになってきてるんじゃないかなと。あるいは安倍さんの任命した大臣や副大臣が、こんだけひどい人がいるのかという国民の印象はね、できてきてるので、ちょっと内閣総理大臣としての、ね、任命責任、人事権持ってるわけですけど、問われて当然だと思いますね。今後の国会の議論になると思います。コメントに、はい、まあ、なかなか辞めなかったのは二階派だからちょっと泳がしたのかなみたいな、そんな感じのコメントも来てますけども、まあ二階派だからっていうのはどうか分かりませんが、まあ、結構いろいろありましたよね。今回の復興より議員が大事っていう、一つ前は石巻氏っていう誰とかあと池江瑠璃子選手にがっかりだとかね。いやもうちょっとっていうかもう連発してるんですよ。なんでそんな感じで言っちゃうんですかね。いやいや、だからそういう人を大臣にしちゃいけないんですよ。それをね、資質をちゃんと見極められてない任命権者の責任なんですよ、本当は。そういう人でも議員になれるもんなんですね。千葉なんかかな、有権者の皆さんに失礼ですが、まあちょっと次の選挙は考えた方がいいでしょうね。はい、選挙区の恥になっちゃいますよね。そうですね。いかがでしょうか。はい。はい、はい、で続いての質問いきます。はい、紙幣が刷新されましたね。そうです、はい、この紙幣案には賛成ですか。また松沢代表だったら誰を一万円札の肖像にしますか。やっぱり二宮尊徳でしょうかっていうやっぱり出現続きでかなりひどい麻生財務大臣にしては久々の僕ヒットだと思った。あ、そうなんですか。今回の紙幣の肖像画のね、はい、新しい3名の方、そう3名の方、1万円が渋沢栄一さん、はい、で5000円札が津田梅子、津田梅子さんで1000円札が北斗市長。まあこれ、まあ、政治家から選ばずにね、むしろ文化人系、渋沢栄一って言ったら日本の資本主義近代化を引っ張った、まあ、大実業家ですよね。あ、確かに昔は政治家でしたね、渋沢栄一。あ、じゃあ昔は聖徳太子とか伊藤博文さんとかね、はい、政治家多かったんですよ。かつては板垣退助と、はい、多かったんですけど、最近は政治家少ないですね。そうですね。福沢諭吉さん、はい、樋口一葉さんだったでしょ、前の5000円。ね、1000円は誰だったかな、夏目漱石さんでね、はい。みんな文化人になってきてるんですよ。あ、野口いるよ。どっちか。まあ変わってるんですよ、1000円札がね、いくつか。で、最近は文化人が多い。で、それもやっぱり日本の経済停滞してる、その再生するためにもやっぱり経済の実業家ということで、渋沢諭吉さんでしょ。はい、それから2人目がやっぱり教育です、ね、特に女子の教育、子女教育ですね、はい、にもう先駆者だった津田梅子さん、うん、それで3つ目は医療ですよ ね、 そうですね。やっぱり医療っていうのは日本の技術もっともっと伸ばせるところで、北里柴三郎さん、まあ、こういうその人選っていうのは非常に今後の日本がね、こう力を入れて希望を持たなきゃいけないところから出てきてて、はい、麻生さんもこんないい仕事ができるんだと思ってますね。私ちょっと
びっくりしたんですけど、この人事部は誰が決めてる、はい、いやもちろんいろんな人からアイデアを出してもらいますが、ここはね最後は財務大臣、あ財務大臣だ、総理じゃないんです、はい、財務大臣が最終決定権を持ってるんですね。じゃあ、人選としてはナイスっていう、うん、そうですね、いい人選、で私がもし財務大臣だったら誰にするか、はい、まあこれ非常に難しいところですけれども、まあ二宮尊徳、うん、はい、あるいは誰かな、うん、難しいところですね。二宮尊徳王はかつて終戦直後一円札にもあったんです、うん、あったんです、ね、一円札にあったんです、はい、だからまあ2回目っていうのはないのかもしれませんけどね、まあどうですかね。僕は渋沢栄一はやっぱり福沢諭吉と並んで日本の明治近代化を引っ張った人ですから、この素晴らしい人生、本にも出て、そうそう、ああ本当、私のですね横浜を開いた男たちの本の中にも渋沢栄一さんがかなりいろんなところで出てきます。で実は福沢諭吉さんとか、あるいは原三慶さんとかね、浅野総一郎さんは渋沢栄一さんと組んで銀行を作ったり、はい、あ一緒に組んで、そう、あるいは企業を作ったりやってますから、もう渋沢栄一さんは横浜のこの開いた男たちともものすごい人脈を作って横浜の近代化を引っ張ってるんですね、はい、ですからぜひともこの本めちゃくちゃ面白いですから、皆さん横浜を開いた男たち、はい、今本屋さんで好評発売中なんで、じゃあ渋沢栄一さんのエピソードとかも結構入ってたくさん入ってます、ね、はい、かなり入ってます、そんな本ですのでよろしくお願いします、はい、どうちなみに売れ行きとかはどうなんですか。まだちょっと聞いてませんけど、この前も100冊欲しいと、うちの社員に読ませるんだっていうね、企業経営者もいてですね、大変ありがたいですよね、はい、なんか反響とかそういうなんか感想のコメントとかなんか聞かれますか。あ、たくさん来てます。まあ、一つはやっぱり横浜にこんなすごい人がいたの知らなかったと、うん、はい、勉強になりましたっていうのをいただくと嬉しいですよね、やっぱりね、わかりました、はい、じゃあ続いての質問に参ります、はい、中山京子先生が不出馬、寂しいです、うん、今後の希望の党が心配ですって言って、 ありがとうございます、心配いただいてね。中山先生はもう大ベテランで、拉致問題解決にも尽力してきましたし、また最近では文化の国際交流の法案なんかも議員立法でね、はい、活躍されて作りました。でただ私も代表としては大変残念ですが、まあ、ご本人が固い意志でね腰に譲りたいということなんで、はい、受け入れざるを得ませんでした、まあ、中山先生にぜひとも後継者いらっしゃらないんですかって聞いたんですけど、全国比例っていうのはなかなか後継者を選べる選挙と違うんでね、はい、なんで、まあ、特別な方はいないようですけれども、まあ、私たちがね中山先生の意思を継いで頑張っていかなきゃいけないと思ってます、はい、そうですね、今御年79歳、そうですね、でもお元気で、お元気で、はい、委員会で質問したり頑張ってやってますよ。わかりました、はいはいはい、では続いての質問に参ります、はい、あ、元神奈川県知事として3選目を果たした黒岩さんについてコメントをお願いします、うん、また今回神奈川県知事選の投票率が過去最低の 40.28% となったことについてどのようにお考えですか。私は黒岩さんより松沢さんの方が好きなので、また神奈川県知事に戻ってきてほしいです。そう、どうもありがとうございます。まあ、いろいろ、ね、コメントいただきました。いいコメントですね。まず黒岩さんね、3期目当選、ね、おめでとうございますと心からお祝い申し上げたいと思います。まあ、黒岩さん、すごくラッキーなのは、大体オール与党的に担がれて、で敵は共産党系だけと。いうことで選挙は楽なんですよ。すごくラッキーだと思います、はい、でもだから選挙が盛り上がらないから投票率が上がらない。あで私はですね、実は県議会の会派ともかなり喧嘩しながら改革やったんで、はい、必ず知事選挙も対抗馬どっかから出てくるんですね。結構強力な対抗馬が出てくるんです、それをそういう厳しい選挙2回やってますんで、私から見てみると黒岩さんはラッキーだなというふうに思います、はいうん、でもやっぱり政治家っていうのは選挙で競争して鍛えられて成長部分する部分もありますから、はいまあ、決して私が不幸だったわけじゃなくてね、うん、それはそれで私は政治家として成長できたんだと思います、うん、まあ最後仕上げだと言ってますので、しっかりと自分の打ち出した政策をね実現できるように、頑張ってほしいなと
というふうに思います。はい、ちなみに、ちなみに黒井さん未病って言ってるんですね、はい、病気にならないようにする、はい、未病、ね、健康でいるために、はい、未病ってこと分かります？未のこれですね、はい、未の病ですね、はい、未病だを言うのであれば一番大事なのはタバコ対策だと思うんですね。あ、やっぱりタバコっていうのは三大成人病の元になってますからね、心臓疾患、はい、脳疾患、ね、あと糖尿、なんだ、糖尿とかですかね。そう、あ、癌ですね。あ、癌ですね、そうです。ですから、まあ、そういう意味では喫煙対策しっかりやって、私も自動喫煙防止条例作ってきましたし、国会でも法律をね、予約できました。まあ、このあたり神奈川県、タバコ対策の発祥の地なので、ぜひとも黒井さんにも頑張ってその方向性を、伸ばしていただきたいと期待しています。はい、はい、で続いての質問に参ります。新型タバコの本当のリスクという本が出ましたが、うん、松永代表は購入されましたか？ごめんなさい、まだ読んでません。ただ、この題名からももう想像つくんですけども、新型タバコというのは日本で、最近入り始めた加熱式タバコというやつと、そうですね、もうこれ欧米ではですね、電子タバコと言って、はい、もうかなり普及してるんです。一番なんか当初は電子タバコって日本でも結構言ってた、ね、ただ日本は薬事法上ね、はい、電子タバコ禁止されてるんですよ。あ、そうなんですか。だから加熱式タバコっていうのは日本用に開発されたんでね。なるほど。まあ、でも両方とも電子タバコでもタバコの葉っぱはつかないけども、タバコの葉っぱのエキス、ニコチンを使ってそれを吸うわけですね、熱して、はい、で電気で熱して、で加熱式タバコっていうのはタバコの葉っぱを燃やさないで、シガレットのように燃やさないで熱して出るその蒸気を吸うわけです、はい、でもこれですね、よくタバコ会社は害が少ない、害がないと、匂いもしないって宣伝して売ろうとしてるんですが、実はみんなニコチンもタールも出ますし、ただ燃えてないんで、燃える時の一酸化炭素とかね、うんうん、そういうものは確かに少ないんです。匂いはそういう燃えた時の匂い。そうですね、でもニコチンタールも含めてニコチンの依存症は残って、ニコチンというのは毒性ですから、ですから毒物もかなり入ってるんで、害がないっていうのは嘘ですよね、うん、嘘ですよね。だからそこの依存症を防ぐためには本当は吸わないのが一番いいんです。なるほど。でも吸わないとタバコ会社商売にならないんで、今のタバコは害がある害があるって言って自動喫煙まで言われてるわけですね。だからそうであれば害が少ない電子タバコいいですよって言って今一生懸命宣伝してる、はい、こういう状況で、でも害がないんじゃないですね、はい、多少少なくなるけども害はあるし、ニコチン中毒は収まらないということなんで、まあ、私はそんなことをするぐらいだったら一挙に禁煙してね、自動喫煙の害ゼロになりますから、そうする、うん、ね、思い切った判断で健康社会を作るという決断を皆さんにしていただきたいですね、はい、そんなことが書いてある本だと思います。あ、そう、はい、ちなみに副流煙とかはどうなるんですか？少ないです。その一番少なくはなるんですか？ええ、だから水蒸気みたいなのが出ますけどね、はい、それは燃えた煙じゃないわけですね、はい、ただ自分がニコチン吸ってそれを吐き出した個室煙の中にはまだニコチン成分が入ってますので、副流煙はほとんどない、少なくなるけれども、でも他の影響は、はい、他の個室煙もありますから、ある、決して自動喫煙もゼロにはならないということです。はい、わかりました。はい、では続いての質問に参ります。はい、新しい元号は残念ながら希望にはなりませんでした。令和という元号の印象や新しい時代に向けて何かありますでしょうかという。令和、最初聞いた時に僕も令という字がね、はい、命令とか指令とかちょっと上からね、はい、目線で押し付けるようなイメージがあったんです。なんか最初聞いた時、確かに僕もタクシーの運転手がそう言ってました。だから命令の令、そう、ちょっと冷たい感じがしたんですが、はい、まあずっとこの 2週間ぐらいかな、聞き慣れてるとなかなかいい言語名だなっていう、はい、します。それで、うん、平成でしょ。平成の平の字とその次の時代が令和でしょ、はい、で一番上と一番下を取ると平和じゃないですか。あ、こうやってだから平成から令和にかけても平和な世の中が続くようにってこう2代合わせたね、そういう読み方もできるじゃない。あ、こういうことですか、ね、そうそう、平成令和で平和ですよね、ですから、まあ、そういう意味で令和私は悪くないと思いますね。
はい、悪くないと思います、ね、他にもいろいろ候補があったみたいで、あったみたいですね、バンマとか、うん、バンマですか、僕あの候補の中ではやっぱり令和選ばれたのは良かったんじゃないかなと思いますよね、はい、でやっぱり和っていうのはハーモニーっていうかね、調和の和だし平和の和だし、はい、日本人好きな言葉ですね。でその前の時代はまた昭和でしょ、昭和です ね、はい、ね、ですからあのそういう意味じゃ平和という字が、二文字が3世代に使われてるわけですよ。そうですね、ね、そういう意味ではまた平和の日本をね、をみんなで維持していこうという意味にも捉えられていいんじゃないでしょうかね。なるほど、はい、ちなみに、あの、コメントで、はい、平成のうちにやっておきたいことありますかっていう、そういう質問も。平成のうちですか、もう残り1ヶ月を切ってしまいましたけど、20日ぐらいですかね、今月中ですね、はい、まあ時代は変わってもいいんですが、ちょっとこの本をもっともっと宣伝して売りたいですね。ええ、横浜の歴史だけじゃなくて日本の近代化の歴史が詰まってるんで、ぜひとも横浜を開いた男たちがたくさん売れるように宣伝したいと思いますので、皆さんもよろしくお願いします。もし読んでいただいて、なかなかいい本だと思ったら SNS でも宣伝していただければというふうに思ってます。もう Amazon ですぐ明日持ってきますので、よろしくお願いします。すぐ持ってきます。はい、頑張りたいと思います。はい、はい、で続いての質問に参ります。はい、出産費用が上昇していて、出産育児一時金の42万円では足りないという声がありますが、増額できないのでしょうかっていう質問。これ難しい議論ですけども、まあどれぐらいに増額するのがいいかですが、これ確か健康保険から出るんですよね、42万の一時金。まあこれを基準にして、あとは地方自治体がね、出産祝い金っていうのを出してます。ですからこれプラス住んでる自治体によっては祝い金が出るんですね。多くの自治体出ますよ、これほとんど、はい、ね、ですからそうすると50万とかそれぐらいにはなるわけですよね、はい、それからこの例えばあの全ての子供にね均等に出すだけじゃなくて、第3子まで頑張って子供を産んでくれたご家庭には少し多めにあのお祝い金を出す、そういうことをすると、じゃあちょっと第3子もね作ってみようかなということにもなるので、まあ、そういうちょっと政策誘導って言っちゃ失礼ですけども、はい、あのできるだけ1人より2人2人より3人に挑戦してくださる方にはあのサポートをしますよっていう仕組みが私は必要だと思っていて、これはね私は国の税金でやってもいいと思ってるんです。例えば第3子第4子を作ってくれたところにはかなりあの補助金がいくみたいなね、まあ、そうやって子供を頑張って育てていただくというふうに持っていくのも一つの少子化対策だと思ってます。はい、はい、ちょっとコメントで来てるんですけど、うん、就職氷河期世代対策が政府から出ましたが、希望の党は推進してくれますかっていう、そういう質問もあるんですけど。就職氷河期対策？はい、なんか今就職すごくいいんですよ。今っていうか氷河期世代、氷河期の世代。うちのね娘なんかも今30ちょいですけども、はい、やっぱり相当企業の就職きつかったですね。そうですね、うん、で今ね、中途入社をかなり奨励してるんですよ、はい、新卒一括採用じゃなくて、ね、他の企業で10年20年やってきた人を、それもう即戦力ですから仕事はねできるわけですから、そういう人を中途で取ろうという企業が増えてまして、私はそういう意味で雇用の流動化がね進んでます、実態としても、はい、でまたそれをサポートする制度というのも今後政府で考えていっていいんじゃないかと思いますね。今なんかそういう世代を支援する政策がなんか昨日のニュースかなんかでちょっと出てますので、そうですか、ちょっと希望の党もその辺勉強させていただきます。はい、はい、あとコメントですみません、花粉症の話になって、花粉症大丈夫ですかっていう、僕は花粉症結構強いんです。ただうちの妻なんかはもう死んでましたよ。うちは洗濯物も外に出さなかったですね、この2ヶ月ぐらい。あ、そうなんですか。で花粉症この前や質問あったよね。ありましたね、はい、まあ、花粉症対策やるにはもう杉やヒノキの森、森林対策やらなきゃいけないし、で森林対策でそういう花粉を出す木を切り出さなきゃいけない。そのためにはね、川下で木材を使って消費を増やして山の木を切り出す、はい、で切り出した後に植える植林は
神奈川県、私知事の時やりましたから、無花粉杉、消化粉杉を植えていく。やっぱり花粉症っていうのはこの50年森林の世話を怠ったんで、ひどくなってきたんで、これを解消するにはまた次の50年かかるわけです。花粉自体が増えちゃった。そうです、対策してないから。そうです、要するに森林対策してないから、はい、ですから今度は森林対策して花粉症を減らさなきゃいけないんで、また30年50年息の長い政策確保なんですね、はい。で、私が神奈川県知事やってた時に東京都知事と千葉県知事、埼玉県知事に訴えて、できるだけ森の木を切りましょうと。切った後はね、消化粉杉が開発されてるんでそれを植えましょうと言って、首都圏連合で やったんですよ。だんだんと今減ってると思います。だんだんとですけどね。これは花粉症っていうのは自然災害じゃなくて人災ですから、政府が政策を間違えちゃったんで森林がね、ここまでひどくなっちゃったんで花粉が異常発生しているということなんで、今後政策で、ね、30年50年かけて健全な森林に戻さなきゃいけないということですね。はい、わかりました。はい、ちょっと今日はもう、お時間でございますので、これから私出張なんで、はい、はい、皆さんまた来週お目にかかりたいと思います、よろしくお願いします。希望の即答でした。また。さよなら。